あのーまあ、のま小浜島の生まれっていうことで、はいえー、もう離島で、えー、もう学校の石垣のほうそうですねいやもうあの小学校中学校までは石垣島で、うん、垣で、でで高校からはもうやっぱり石垣あ小学校、中学校は小浜島で島で, <laughs> で,で、高校から石垣島に渡るということなんでで、はい、でその後すぐなんか本土の方に行かれたんですかそうなんですよ大学は東京のほうの大学だったんですけども大学生活であのー 詩の朗読の舞台をね。自分が初めて18歳、うん、ね。なんかちょっとあのプロフィールの方、あの拝見させていただきましたら、ええ、そういう、はい、あのことを書かれておりましたので、東京の方での生活は長かったんですか？そうですね。4年間まあ実質研究生というか、うんはい、1>, 1年間その、えー、勉強してましたので、プラス、はいはい、ですから5年間東京にいたんですよね。そうですか。非常にいい勉強でしたね。うんうん、はいその中でその朗読とかうん。 そそこらら辺でで今の平田が作れうなんすよね近現代の詩と小説というのを大学の時に専攻してましてね宮沢賢治とか芥川龍之介とかですね太宰治とか中原中也とかこういうところ勉強してたんですけども学校の勉強もさることながらそこで出会った友達仲間たちと舞台を作ってねそれが南東詩人の始まりで僕何ができるって言われてね詩の朗読やりたいんですけども。 えー、笛が吹ける三振がちょっとできると太鼓叩けるということでそういう笛と三振と太鼓と歌と踊りとを混ぜたような、うん、南東主人一人舞台っていうのを始めたんですよね。そそもそも ごめんなさい僕は本当に平田大地さんのことあまり知らなくて大失礼なんですけどまああのこの「南東詩人」と呼ぶきっかけになったのはそういうことからそうなんですよねあの僕が書いてる詩というのが当時その島から出てきて東京で暮らしながらその東京というか都会とね島の狭間みたいななんかこう。 島に戻れば「泣いちゃし島って言われるし「島泣いちゃ」みたいなの言われたりするのんかすごくそのアイデンティティという根っこの狭間みたいなものがね僕の大きな詩のテーマになっててですからそれが元になってて実は現代版「組踊り」というのを今やってるんですが歌と踊りと演劇とっていうね子供たちでやってる舞台「あまわり」とかこれの原型が南東を支援してる舞台なんですよね。 なるほど、ね、あじゃあ本んとに南東詩人っていうのは帰られてきてからあのーうん、ご自分のその古僧として行ってきたわけじゃなくてもすでに東京の段階からってたんですか、ねうん、18の時に四谷<ー>のコタンっていう詩のライブハウスで実、うん、作の詩の朗読4時間ってのやって四時間ですか <laughs> もう今だなんてびっくりしますけどねす<ご>い本当とにでそれを一人でやって、うん、そ,のそこであの生まれてきた、はい 結局、あの、ほら、ね、読みの人もそうですけど、うん、誰もが芸人で、誰もが詩人で、<laughs> で、誰もが表現者じゃないですか。うん、でこういうのを僕は南東詩人と。あ<ー>つまり、あの言葉でね、詩の朗読だけじゃなくて、笛を笛で、笛で奏でる、うん、その歌でね、はい、あの詩を語る、はい、踊りで詩を舞うみたいな、うん、そういうなんか表現形態はいろいろありながらも伝えたいメッセージを伝えていくという。 これが南東主人のコンセプトと、はい、<ー>いう感じですねなるほどいやでも最近僕なんかからするとまあ本当に私なんか私なんかも本当にラジオ入ったの一年たった1年前ですから、はい、それまではごく普通のサラリーマンで <laughs>、えー、もう本当に全、ね、然そういうのに全く興味がなかった人間なんでですね、うんはい、平田大一さんってあなんかあの雨まりでなんか演,演出してるぐらいのイメージしかなくて。はいはい なんかこの人は、えー、小浜島でサトウキビのなんか<ー>、えー、民泊の走りみたいなものをね今、はい、で言えばやってたっていうぐらいの、うん、それぐらいの本当にプロフィールしかし、ね、いやもう十分あの豊富なプロフィールだ <laughs> 思いますね僕がまさにやってきた活動のもう要所要所今演出していますので演出家としてやってる時に出会う子どもたちは、ええ、僕がこの「きびかり煙農塾」っていうね佐藤きびかりで体験農業塾やってたなんてことは全く知らない人もいるんですよね。うんうん、も実は来年年明け早々に「きびかり煙農塾復活祭り」ってことで、えー、あのうちの親父が3年前に亡くなってですねですで13年間続いた「きびかり」が煙農塾がん、はい 回終わったんですけどえまあせっかく親父に残してくれた畑もあるしということであのまあ僕が提唱し始めた縁の塾をねしばらくほら島離れてたのでもう一回ちょっとじゃあ民宿を復活させそれからきび畑復活させようかということできび狩り縁の塾を今やってますのでそうですかじゃあもうますます忙しくなるじゃないですかそうですねはい。じゃあのの実際にそ 民宿も、えー、実際に経営しながら、はい、このキビかりエヌ軸、はいうん、それもまたや復活させてみよう。そうなんですよね。うんまああのー、実際にそのキ畑に。 タスったメンバーが民宿の方は切り盛りしてくれて、うちのお袋を含めてね、やってくれてるので、まさにおっしゃったみたいに民泊の走りって言った、そのグリーンツーリズムって最近で言いますけども、そういう農業体験であるとか、農業体験型の観光っていうかね、そういうことのまさに20年ぐらい前かな、発想して、それで始めた。 たまたまうちの親父がキビカリの達人で、おふくろが民宿やってたので、じゃあこれをコラボレーションしてみようかということだったので。すごいです。僕はね、えー、今、今お話を聞きながら、この声を聞きながら思い出したのは、はい、あのー、14、15年ぐらい前に、自治会館で、平田さんが観光フォーラムかなんかで。やりましたね。ね、お話されてたんですよ。うん、ちょうどね、 ええー、雨割をやって、二三年ぐらいじゃないですかね。<ー>そんなになりますね。十五六年になります。十年です。十年ぐらい。あ、雨割十年。じゃ、その頃ですよ。うん、そのあまりやった頃の話をされてました。うん、まだ。誰も見てなくて、うん、皆さん見てくださいよとか、沖縄にはこんな、なんか、うん、あのー、うん、素材がたくさんあるんですよっていうことをね。なんか、お話しされてたの。今、今、あの、舞台に上がっているヒロトさんを思い出しました。 ありがとうございますあのあ<ー>講演会でね<ー>語る話っていうのはすごく自分にとっては初心表明みたいなことで今携わりつつこれからのことを語っていくっていうのがねすごくなんか大事なことだなと思ってますので、うん、まさにそんな感じのお話でしたよ。ご自分がねこれを作り上げてこれはスタートなんだみたいなね、うん、お話をされていて、うん、この方はねあのその時だ今私が、えー 感じてたプロフィールっての、それらそのにきは、じゃりの話もそうでなんですよ。されてたんですよ。自分はこんなことをしてきたんだと。で、これで、こういう演出をされてとか、なんとかね。かなり、あれですね、初期の頃ですね。あの、沖縄本島に引っ越しをしてきて。かもしれないですね。10年前です、ちょうど。そうか。いやー、でも、そういう平田大地さんを今日お迎えしてね、お話が聞けると。いやリスナーさんの皆さん、皆さん幸せですね。 <laughs> 私ヒットとか言って <laughs>、えー、なかなかこういうお話ね1時間ゆっくり聞けないと思いますからね,、はいねえー、今日はゆっくりね、あのー、本当にみそかで忙しい中かもしれませんけれども、えー、お掃除しながら片手まで結構ですからね、はい、平瀬さんのこの素敵な声を聞きながらまた、えー、インターネットでも配信しておりますので、えー、もし映像とご覧になりたい方はねちょっとあの<れ>、えー、はいあのー、少し。 今,今はちょっと透明で撮ってますけどね、今、隠しカメラで撮っておりますから、あの辺から映っております。 さあ、お送りしております、ユンタンジャー出番ですよ。今日はですね、もう今年ラストのスペシャルゲストでございますね。ユンタンジャー出番ですよ。平田大地さんが、えー、ゲストに来ていただいております。はい、出番です。はい、<ン>平田です。<laughs> よろしくお願いします。平田大地の出番ですわ、みたいな感じで。はい、はい。今、CM 中にも少し話をさせていただきましたが、うん、あの、よくでも78.6覚えてらっしゃいますね。そうですね。はい。あの さっきの歌ね、うんあの、あの歌ね、結構やっぱり耳残りますよね、かっこいいしね、<う>なんかね。んの人たちは、これを口ずさんでますよ結構あちこち。うん、あの、<laughs> 私を見ると、みんな歌い出すんですよ、前の人が。78.6って出ますよね。そうそうそうで、あのこの歌詞の中に、うん、実は、えー、胡参丸 VS 天割という、うん、聞いたことあります。<laughs> あります。胡 VS 天割ですよね。そう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 。 思ったのは、大気は出てきますこの中に。真空線でっていうコメントが入りますね。いやいや、あの、雨割ってね、この読みのその、読みたんを紹介する曲の中で、ヒジャブ、足とかやってる時に、中で雨割出てくるんでびっくりしてですね。不思議な因縁を感じました。いやでも、あの雨割の墓っていうのが、 その、この近くにあるんですよ。いや、ご存です私はもう、ね、それも全部、全然もうなんかあの、よく存じ上げておりますので。古、ね、ルの学校のお城ですよね。そうです、そうです。僕も、僕なんかもだから、全然その沖縄の歴史とか教えてもらってないっていう、も、うん、っていうか、もうあ、頭悪かったので、勉強もしなかったんですけれども、<laughs> <laughs> あの、本当に、なんでここにあままる楽があるのかもわからないぐらいのレベルだったんですが、まあ、あの、本当にいい頃、 この前、五三丸の組踊りを、うんはい、あの、読谷村のあざきなという。うん、はい。きな番地がある木場で、うん、え、そこで、もう。本当にこう、四五年に一度、あの、開催される組踊りがあるんですけれども、うん、これはもう戦前からずっと。はいえー、受け継がれている。それを、あの、見る機会がありまして。まあ、その時に、まあ、五三丸と。 あその,周りのあ話題が少し出てくるわけなんですけどもねまあいろいろとこう歴史っていうものはその主観で変わってくるもんだろうと思いますけれどもまた一度 日田さんとこの「雨割」の話もやってみたいなと、うん、我々が見る「五さまる雨割と」と皆さんから見る「雨割」と「五さまる」っていうのはこれはですね、うん、実はですね、うん、まあどこまでお話し,し終わりませんが「えー、あのむたかの雨割」っていう舞台を作った時に島剛先生っていう、まあ、脚本家がいて、はいえー、で彼が書いた「雨割」っていうのは、うん、つまりそれ550年間ずっと悪者だっ 逆心逆賊だってまわり。で、中心五サマっていうね。で、この構図をですね。まあ、中心五サマは、あの、ままいいとして、その、逆心逆あまわりを、英雄あまりにしてほしいと。いうことで、あの、当時のカ連町のね、教育委員会の、教育長の植津先生からお願いされて、作った作品なんですよ。ですから、新しい解釈が入っていて、その、まわりは、いわゆる、うまあ、あの、 そのまあ首里の、うん、あのちょうど小隊級金丸のいわゆるそこのちょっと柵に載せられてですね<ー>それでえー、っと誤差丸と、まあ、相打ちさせられるというかねそういうことなんじゃないかというふうにあのー、なってまして、うん、まあ 僕ででも思うんす子どもたちにも軍裕割拠の時代ですからね、ですからみんながみんな自分たちの守るべき琉球のために働いてそれでぶつかり合ったと昔で言えば飲みながらねちょっとこ競り合いがあったみたいな感じものが今は大きな事件みたいな形になっておそらくあまりの乱っていうのは語り継がれてるんじゃないかなともう1つはたまご玉城長君が作った二度的打ちという。 <ご><ー>あの組踊りののり最初の作品ですね、はいはい、これがいわゆるあの胡様ある敵討ちというか<ー>あのそれの,あの物語なんです組踊りなんですけどそこであまわり悪者説っていうのはいわゆるこうあのパンとこう決定づけられるんですね,なるほどねですからもともと本当にあまわり悪者かどうかっていうのは、うん、本当はあんまりなくなくてですね、うん、でまああの伊波富有先生なんかに至っては、はいえー、その」 あ周りは悪者じゃないということをね、うん、初めて言った人だったんですけども、はい、なるほど、ね、いやだからそのその部分だけがうん、うん、その「中心が収まる」という名前がんンって広まってねいるんだけども。 歴史はそこだけじゃないわけですからね。で,ねで、うん、あの上司として当然いるわけですから、はい、そこはそのあの上司元その地域では当然、うん、慕われてた人だったと思うんですよね。そうです、ね。あの、うん、実はえっとキングショーハシーというね。うん あの、北米に今回、えー、招兵されて、はいえー、北米県人会100周年のお祝いに持ってった舞台があって、昭派史をやるんですよ。はい,は,いは,いはい、れましたね。うん、で、つい先月も、あの、うん、戸辺昇派史って舞台を我々やったわけですが、あのー、実は雨張りのお墓が、 古剣であるように、昭和うのお墓っていうのイラミラにあるんですよね。そう,そうそうありますあります,りますね。で、そういった意味で、うん、実は舞台がイラミラなんですよ。うん、イラミラのいわゆるそのあの差し木の森と言われているお墓があるところ、はい、あそこを舞台であるんですね。その時に、実は昭和うと五三丸という関係性が非常にあのよく描かれている舞台でして、<ー>で、若き その若虎っていうね、はい、読谷山若虎が阿、まあ、あの五三丸でそれで昭和氏が北山討伐の時に五三丸頑張って、うん、その功績を残してね、はい、であのそれからザキ見城の、えーまあ、築城に当たらされてもらってっていうねこう流れがあってで不思議なことに昭和氏の、まあ、息子の小太丘と、うんえー、おそらくその五三丸の娘が結婚して生まれたのが桃本文りなんですね。 桃と踏み上がりが、雨晴れと結婚するわけですよ。へえ、はい。あ、そうなんですか。うん、なので、実は、五三丸。うん。後三丸も、小橋も。はい。あの、あの時代の人たちなんですね。ですが、僕の中で、この。 あの、小八の舞台やることで、うん。ごさまるに対する、その、イメージが全然変わりましたね。なるほどね。もう本当に、あ,あの、おそらくだから、その、いくら、えー、小太宮が王様で、その、うん、攻め込まれたとしても、うんうん、その、お父様である、小八王との約束があるからということで、うんうんはい 自分はここであ,<ー>あの反旗を昼帰、えー、りするわけにいかないんだっ,つってね、うん、結局長くで、うん、まああの次回次回するわけですね。うん、そこら辺の流れってのはいややはり男ごさまる中心ごさまる本当にそうだったのかもしれないとな、ね、僕の中でかなり強く思ってます。はい。あそうかはいまあ、でもまあ意外な、えー、お話ではありますけれどもはい、えー。まあでもこのアモ部ルの方もね本当にこう、うん、もう 誰でも今は知ってるぐらいねそのお母さんのおかげで10年経ちましたですね甘わり始めてで今年12月1日にユネスコ協会か日本の未来遺産登録ってことで100年後の子供たちに残しておきたい取り組みそれを全国から10件選ぶんですけどそのうちの1件読谷からは沖縄からはその甘わりの取り組みが選ばれてえそうなんですかそれはもう未来遺産 っていうふうに呼ばれていて。初めて聞きましたはい。10月に ?12 月1日に。12月1日はい。えちょっと前、本当1ヶ月もたまらない。はい。で、3月の22日に受賞式があるので、その登録式があるので、その時に初めてみんなには、あの、またね、大きくなると思うんですがもうプレスリリースはされていてですね。あそうですか。ですから、あの、そういう面では、僕はね、未来産軍って呼んでほしいと。うん。あの、世界遺産が来年10周年ですよね。はい、そうですね。ですから世界遺産も、 琉球王国のスクおよび関連遺産群と呼ばれてるみたいに、9つで、うん、あの世界遺産になってるわけですから、うん、未来遺産も、うん、未来遺産群と呼んでね。 できれば、その例えばいろんな地域で今頑張ってる、もちろん僕も6つの地域、7つの舞台も作ってますから、そうやって頑張ってる舞台があるので、そういうメンバーを含めて、選んで登録してほしいと。で、あアマウリはあくまでも代表作ではあるけれども、キムタコのアマウリの舞台ね、あるけれども、その取り組みというのは、いろんな地域で行われてますよってことを知ってもらうチャンスになったらいいなと思って。さらにねやっぱりそそののも絡めて 歴史的にも同じ。 同様の時期にね、ね。そうですね。るものだから、本当は歴史遺産群みたいなもんですからね。はい。今、の、本土ではね、歴てつってね、歴史が詳しい女の人を歴女って言うじゃないですか。そう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 。戦国時代ブームなんですよ、今ね。で、そんなの考えてみると、いやいやいや、あの、戦国時代とは言わないけれども、軍輸各僚の時代がね、やはり沖縄にもあって、琉球三国志っていうともありましたけども、まさにそういうなんか琉球三々統一のね、物語。その三々統一をした昭和史という人は、やっぱり僕は大きな、 あの偉業を成し遂げた人物として、うん、キング・オブ・キングっていうふうに言われてますけどもぜひそういうふうなね評価をして、えー、佐々木の出身でありますけれども。はい イラミナーでねんか光当たってるところにちょっとなんか大きいなと思うんですけど本当はねイラミナーの区長さんなんかも番組に来ていだいたことありますけどね「さっしーじゃあの森」とかね「沖縄しーじあの森」ね言いますよねもうたくさんの方々がお見えになられますバスで来るんですよって話をされてますよはいあれ基本的に隠れかって言われていてねひっするとした墓で僕ねそこに感動してですね昭和市のお墓のそのひっとした感覚にそれでそこがもう舞台の まさに一番真ん中になっていいや、読みんの人それ知らないでしょうね。あの、ぜひですね、ま、あの、ちょっと CM 明けにですね、その、キング・ショーハシープロジェクトというのを、実はこの読みたんで、来年考えてることがありますので、ぜひその話を。それで冒頭に少しこう、読みんにこう。そうなんです。出没してるのはそういうことなんですね。そうなんですかでは、ますますこの演出家として。はい。 えー、いろんなこう力をこう醸し出してるっていうか <laughs> 僕です、ね、だけど10年十年か15年ぐらい前の僕は小浜島でキビカレーのね、うん、青年でしたからね <laughs>、うん、僕10年後にこんな演出家やってるとは想像してなかったので、えー、10年後の僕が演出家をやってるどうか僕自身も正直分からないですよね何してるか分からないです自分でも確かに、ま、もうますますこう本当にベクトルですればでもその きびかりから、はい、<laughs> 演出家 <か S 2>、はい。これを点と点線で結んで、そのきびかりから演出家。そして、その向こうは、はい。 一体何になるのか、またこの後のコマーシャル明けのお話からですね、この平田大地さんをどんどん皆さんね、ご紹介していければなと思いますのでね。いやー、本当に今日はお忙しい中ね。ありがとうございます。まだおられないですよね。まだまだ大丈夫ですよ。まだまだ明けありますから。そこであの、この後 CM 明けにですね、一曲ですね、あの、お送りしたいなっていうことで、あの、今日 CD を持ってきていただいて。 このご紹介、ちょっとチラッと今20秒ぐらいあの、ダイナミック琉球という曲を、え一昨年ですかね、えクマキラさんと一緒に出しました。で、このダイナミック琉球の、実はあの、曲が、え韓国語でですね、あの、韓国のお祭り、日本と韓国の交流の祭りがあって、その中で、えテーマソングで使われた曲。わかりました。韓国バージョンです。はい。CM 明ケにお届けいたします。よろしくです。 ダイナミック琉球の韓国語バージョンです。聞いてください。 したのはこれ、ダイナミック琉球の日本、韓国語バージョンですね。これね、あれこれ、なんだったっけ、こンペキの夢って、の多分向こうの言葉で言えばかっこいいんでしょうけど、なんかね、半額なんとかだったらかっこいいんですけど、こんの夢としか日本語で書いてなくて、なんかちょっとシャラっとした感じなんですけども、つなげよう、ソウルと東京、つなげよう、未来へということで、日韓交流のお祭りのテーマソングで。 皆さんおなじみのダイナミック琉球のもともと曲なの、ねうん、これだね、はい、いやでもこの曲ダイナミック琉球の方が我々ねユミタン沖縄の人にとってはねもうグッと入ってくるねそうですよね実はちょっと今スタジオの方にはい,はいあのファンが一人来ておりましたね <laughs> え乱入ってことでね乱入といことでえちょっと映像で見せられるのが残念でとも素敵な方なんですけどもね <はい S 2> えもうひなさんの声を聞いて、はい もう仕事をしてる途中ホール投げてこう文化センター FMU まで来たということで今、話を聞いて飛んできているさすが f m ですよね超ローカルですからね5分圏内でスタジオに来れますから5分圏内ですからね本当に素晴らしいですにさあ今回のこの今お話伺ったその大大の育育育の実はあの日韓交流のそうこの。 あの2000来年10年が世界遺産登録10周年だと2011年というのは、はい、世界の内覧宙大会第5回の予定されてるんです実は僕自身が4年前かな内覧宙大会で2006年に<ー>。はい えっと、最後のエンディング、あの、なんていうの、クロージ,クルージングのパーティーってって、<あ>閉会式の特別アトラクションの演出をさせてもらって、はい、5000人の観客で,<ー>で、400人の出演者でやったんですよ。<ー>でそれはすごく僕の中でも印象のこと言って,いてですね。なるほどで。その時に、うん、5000人来てると。うんうん、でも 30万人ぐらいね、大体その頃いるということで、あと残り県人会の人たちは。29万5000人は、あの、見に、見、見れないんだと、これが。なるほど。ということを聞いて、その時に僕は、あの、できれば、海外に、はい。のいる、うちなんちゅうたちに、この、今の沖縄の子供たちの元気をね、伝えるってことができないのかなと。なるほど。で、それが一つは、あの、キムタカのアマ割りのハワイ公演であり、はい。で、今年のロス北米公演であり、昭和市の。はい。 でこの韓国のやっぱりこういう活動なんですねなるほどですからその海外に行くという理由がもう明確なんですよ、うん、その例えばそのカネギーでやりたいとかあのー、そのブロードウェイでね、うん、何か舞台やりたいっていう全然そんな感じじゃなくて、うん、とにかくその世界で頑張ってるうち中の皆さんに僕らも頑張ってんだっていうことをね伝えに行く 地張りを打ち団中ってね、伝えに行くっていう活動のためであれば、うんうん、海外も僕は全然その遠い道のりじゃないと思って、結構積極的に海外公演っていうのをやっていて。うん、だから、その時に思ったのが、はい、その、昭橋の話ですよ、うん、先ほどね。で、えー、っと、昭橋プロジェクトってあってですね、うん、実はそのう、東の横綱で、僕で勝手に雨割りが、 今舞台でであるわけです西の横綱がないと、うん、やっぱりそのお互い,くない <laughs> ストー,リーで,いい <laughs> でもないでもっと言えばその一点集中じゃなくて、はい、もっとその全面的に、うん、沖縄全体が元気にならなきゃいけないっていう思いがあるので、うん、その。うん 西の横綱の拠点をですね、はい、できれば読みタンでやりたいと。あ、嬉しいですね。これ来年の4月から今、計画を立ててまして。はい、本当ですか。全県の,その沖縄の子供たちが、集える稽古場をですね、読、うん、みタンの中に一つ構えて、それで年間通して、読みタンでそのキング・ショーハッシュの舞台作りをやっていくと。ああ、すごい。いうことをちょっと今、プロジェクトで動いてまして、それの、えー、打ち合わせというか、<ー>そのために今、読みタンに通ってるんですね。あ 可いな。これ、僕はね。読谷っていうステージはね。はい、もうこの読谷そのもの、今の地形も含めて歴史も含めてが、うん、全てが僕はね。ステージになれると思ってるんですよ。なるほどうん、琉球の縮図だと思ってるので、ここはもう地形そのもの自然であり、文化であり歴史もですね。もう現代歴史においても部下、うん、そう思うんですよ。もう今の社会。 状況がそのままここにある、まあ、もちろん今、まあ、今朝も大きく新聞に出ておりましたけど引、はい、き逃げの問題基地との絡み米軍との、ねうん、問題ましてはまた、えー、これまでの、えー、いろいろなその先ほどのゴーの話もしておりましたけどもいろんなその深い傷がまだまだお年寄りの方々には残っている、うん、そういうのも全て歴史なんですね、うん、我々の活字になっているものだけではないということなんですねそれが 私たちの今,今生きてる私たちのステージがここにあるんですよオジ、うん、オバーなんかも含めて、はい、そしてガマでありその海岸線でありでザキミ城でありというそういうものをぜひ本当にこう演出家である平瀬さんが着目したということに。 はあ、僕はもう本当に共感を思います。ありがとうございます。いや、私みたいなものが共感してもしょうがないですけどね。<laughs> いや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 、いや本当に。いや、あの、うん、まさにその平和象徴のね、はい、その土地柄でもあるし、えー、それからその海外交易、うん、海外との交流の、ね、まさにその先駆けでもあるし。はいえー とにかくいろんな意味で、これ、読谷っていうところは魅力的な場所だと思いますね。特に、あの、先ほど言った、その、雨割りのお墓があるとか、例えば赤いンコ例えばその、小さ丸、そして、小波と。で、不思議と、読谷にその、お墓が、こう、集まってるんですよ。まあ、僕の知り合い、知ってるね。知り合いじゃない知ってる。知ってるね。あの、武将方はね。で、わかりました、理由が一個。読谷は西に太陽沈んできますよね。太陽が。その西日が沈んで、 で行くところが最後のその対の住みかっていうんですかね<ー>その最後のこれがもう暗息の地というかなるほどそういう場所だったのかなだから天割がなぜ読谷まで来て、うん、読谷で鍛えたのかとフルゲンでこれはまだいまだに謎だと言われてますけどもうん、うん、あの東の門がいわゆるその天割が行ったそのまあ、うん、かつれんぐすくかちぐすク、東の上口って言ってます、うん、こっちはもう本当にもう太陽がこう入っていく。 太陽が眠りに行く場所っていうはいは読谷、はい、っていう土地が持っているそのパワーっていうのは、うん、その本当にこう語れないぐらいすごい大きなものがあって、うん、でそこにあのおそらく、えー、土地が持っている力と、うん、まあ、本当にあのおっしゃるみたいな、はいえー、そういうなんかいろんなあの歴史的なものがですね重なってるんじゃないかなって気するんですよね、うんうん、僕あのえー、っとまあ紫村がありますはい、はい えっと、感動体験テーマパーク。うん、そうですね。クリエイトさんでございはい。うん、で、僕はその感動体験型産業というのが、はい、新しい、その、えー、まあ、いわゆるその、新基軸になるんじゃないかと。はい、はいはい,はい、はい、つまりその文化だけじゃなくて、うん、スポーツも。 それからアウトドアレクリエーションも含めてマラソンもね感動体験なんですよね。感動体験型産業っていうのが実は本当にこれから大事でだから観光立憲沖縄だけどそれも大事だけどそれよりもその感動体験型の沖縄づくりというかそれは文化立憲でいくべきだっていうねいう思いがあるのでまさにそういうことを今まで店でやってたものがちょっと面でやっていこうかなという一つにも僕は本当に読谷は。 最高の場所じゃないかなと思ってますね。いやー、今日は素晴らしいですよ。これ、新報タイムさが聞いてたら、明日記事になりますね。これね、あの、ちょっと、この間すよあれですよ、今、FM 読みたんだから話せる話ですよね。ですよね。これ、景気でまた話せないですよね。そうですね。南城市聞いたらもう大阪になりますからね、これ今、あの、しはね。南城市、飛んでますから、これ。あ、飛んでますから。南城市からもメール来るしですね。じゃあもう内緒にさせてもらって。知念半島の人からもメール来ますよ。 そはいちょっとびっくりですけどねまあまあ今は聞いてるかわかんないですね。どねでもねえでもネットで一応そうじいそういうわけでねでも本当にこうまさしくまあ「宇治畑から情報発信」っていうタイトルを僕なんか FM メーター作ってますけどもその宇治活ちをしていた平田大地さんがまさしく演出家ということになりそしてこれからまさにまさに 沖縄をフルステージにして、大鳥のごとく。いい、いいな、いか。はばたく、あと。はい。<laughs> はい。もう、エミタンソン大鳥計画みたいなもんですからね。ねはい。ありがとうございます。ぜひ、あの、本当にこう、うん、まあ、ちょっと番組もね、残り少ないわけなんですけども、えー、小松明けに、ちょっと締めで、はい、えー。一つお話を伺います、ね。た。終りました、えー、終わりたいと思います。 さあ、お送りしております、ユンタンジャで番ですよ。なんかもう、俺もうもうテンション上がりっぱなしでありまして、もう、このまま2時間引っ張りたいなと思うぐらいなんですけどね。<laughs> いや、でも、しかし、すごい今日お話をね、伺いまして、平田さん、本当にありがとうございます。なんか、本当にありがとうございます。はい。俺、もう、この FMU ターンを立ち上げて、はい、やっぱりユンターンの人たちに、 ユミタンの情報自分たち自身にも情報を届かないのにどうやって外に発信するんだっていうことのジレンマがずっとあったんですよ。それでラジオっていうものを作ることで自分たちの情報を自分たちのもとに届けたいっていう、うんうん、それを双方向の情報の共有っていうことを言ってるんですけどもで最近ではちょっとインターネットで配信もしながらやっぱりあのもっともっと先ほどの,あの平田さんの本当に残りの 本当に29万,万5000人の方々にね、自分たちの思いを届けたい、うん、で自分たちの,そのパワーをどこまで届けられるかっていう本のにちょこれに挑戦する思いっていうのが、うんうん、なんか僕はちっちゃいんだけど、この読谷からそれをしたいなと、遠くにいる読谷の人たちに、この読谷地の声をね、読谷で今、平田大地さんが読谷で喋ってるんだという、はい、このライブ感を海外にいる人たちも、 本当にオーストラリアとかカナダとかメールが来るんですよ。メールでそういう人たちも遠隔地で聞けるわけですかライブで今見てる人イブで見てる、聞いてるのでそういう意味では本当にいい時代になったなっていうのをく感じますのでも本当におっしゃる通りで僕も思うんですけどね地域が変わるってことが世界が変わる第一歩ですからね。だかららそうういで言った本当に えっと、小さな出来事かもしれませんけども、まあ、僕の古い島の言葉でね、ピトルピキ・ムールピキって言葉があって、ピトルピキっていうのは、一人を引けば、ムールピキってみんなも引かれてくると。一人が立ち上がればみんなも立ち上がるんだと。その一人目に自分がなるというのが、の僕のいわゆる生き方の中のコンセプトなんですよ。ですから、地域おこしをやる、舞台作りやると。もう誰もいないと。僕がいるからいいんだと。そこから始まるっていうね。 だから、本当その甘わり10年間もそうですし、その、キビカの、本当に、活動もそうだったんですけど、うん、そのピトルピキムールピキ精神がね、うん、本当にここまで、あの、タフに、えー、やってこれた大きな理由だと思うんですよ。ですから、まさに FM 読みたんは、うん、その、ピトルピキの最初の一人目、最初の一個。 だと僕はあの思ってますので、はい、ここで話してることっていうのは、うん、あのー、ね、不特定多数が聞いてると思いますが、でも必ずその聞いてる人にとってはね、はい、あの届くものでありたいなと思ってますんで、でね、はい。いやありがとうございます。<laughs> もう感動ですね。いや、あのー、そうですね、今ちょっとこうお話を伺いながら、あの、ダブったのは、えー、あの偉大なポップの、うん、 キングマイケルジャクソン、はい、彼がその映画の中であのまリ、あ、スジットという映画の中で、やはりラブという言葉を頻繁に使われると。うんうん、その一緒に演出をしている人たち、うん、ね。周りにいる全ての人たちが演出家であるっていう,ような。何かえ多分伝え方だと思うん。うん、僕はそういうの受け止めたんですけどね。はい、小道具屋さんであったり、音楽を演奏している人たちであっても、うんうん、そういう方々に対して全て。 愛してるよと僕は皆さんと一緒に非日常を感動を与えたいんだと<う>観客の方々にっていうコメントをねされる時に、はあ、この人っていうのは本当に信頼されてるんだなだから平瀬さん平瀬さん自身も演出家としてたくさんの方々に信頼されていると僕は思うんですよ。それをもっともっとたくさんの方々に伝えていただきたいと。 これは平田さんの絶対的な重責だと僕は思いますので。すごい話になってきましたけども。いやいやいや、本当に。はい。もう僕はね、今日お会いして、平田さんは絶対にね、もっともっとたくさんの方々に今の思いを伝えるべき人だと思いますので、ぜひ頑張っていただきたいと思います。魅力ながら、読みたんでは僕が頑張りますので、どんどん情報を当ててください。そうですね。あの、ぜひね。 <laughs> あの、来年、その、本当に4月の、そのプロジェクトが、え、スタートするときには、え、全県、もしかすると、その全国から、その、感動体験型の、あの、いわゆる舞台活動、のやりたいんだっていう子供たちや大人たちが、 読みたいに集まると思いますので、ぜひそういう時に、あの、また交流しながらですね、情報発信をしたり、はい。情報交流をね、意見交換したりできたらいいなと思いますので、ぜひ、あの、平津さんのメディアとして、はい。ここをどんどん使っていただいて、F 読みタン。もういつでも開けますから。78.6。開けますから、ありがとうございます。はい。もうなんならもう夜10時から朝6時まではもう無料で。 もういつでも使ってください。い<や>ね、すごいですね。いやでも本当にもう今日はね、はい、も,もっともっとたくさんお話をしたいわけなんですけれども、えー、もう残念ながら時間ということになりますので、はい、えぜひ最後に、はい、ユミちゃんかの地域の皆さん方に。うん お声掛けいただけませんかユミタンカデアには、ちょうど、え、先ほどもね、あの、スタジオ入る前にお話がありました、え、トモイリオさんとか、徳内チ人サト君とか、ね。そうそう、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 ユさんとかね。ユカさんとかね、ユミタンの子たちが一生懸命頑張ってられてそう、そうん、そう、参加してね。うあの、僕の舞台に出てもらっているってう。教え子たちがいるので。はい。トモイリオさんなんかもう、お母さん僕同級生なんで、うそう校の時から僕一部やられてる。超廊下の話ですね、はい。 そうですよね。まあ、ミーナーって言うんですけどね、お母さん。もう、小学校から俺いじめられてる、うん、人ですからね。もう、理をいじめたいなと思うぐらいなんですけどね。<laughs> 近いしに、という。まあ、徳島とくちばすはまた、うちのパーソナリティではありますから。見たいですね。ぜひ、あの、そういう意味では、また、皆さん、はい、読みたの方々に、はい、ぜひ、一言、 彼らも含めて声をかけていただきたいので、はい、よろしくお願いします。わかりました。えー、平田大地です。ぜひ、あの、来年ですね、あの、読みを拠点にして、また新しい、えー、チャレンジをしてたい,いなと思ってますので、どうぞ、あの、読みの子供たち、そして大人たち、えー、来年からまたお世話になります。よろしくお願いします。南東詩人の平田大地でした。はい。 ありがとうございました。えー、もう本当に素晴らしいコメントいただいて、このコメントだけでも、も CD で売,売りたいなと思うぐらい、本当に素晴らしいコメントですね。読みたんちに売りたいなと思うぐらい。<laughs> そんなこと置いといて、えー、まあでも本当にこう、1時間お付き合いいただいて、もう、はい、本当にもう,もう、こんなパーソナリティで申し訳なかったんですけどね。いやいやいや、熱い男で。えー <laughs> ちょっとハマってしまうとね、ダメなんですよ、僕は。いやー、びっくりしました。あの、素晴らしい。でも、一度またね、そうですね。あの、本当に、あの、ぜひまた来ていいですか、本当に。あ、もうぜひ、本当に来てください。あの、進捗状況を、プロジェクトの、今はこういう感じですよと。で、募集開始しましたとか、あの、やりましょう、やりましょう。多分4月の頭に、あの、もう募集開始が始まるっていうか、思いますので、あの、メンバーですね。はい いやもうぜひね、月1回ぐらい平田大地の時間を作りましょう。ああ<ー>。はい。そら、ありがたいですけど、はい、大丈夫ですかね。大丈夫、絶対大丈夫です。<あ>絶対って言うことおかしいです。<laughs> <laughs> それ変ですよね。変ですよね。<laughs> 今、超僕的にも興奮してるんですけどね。<laughs> いや、ありがとうございます。まあ、そんなわけでね、はいろいろとこう、お話をさせていただきましたが、えー、ラジオを聞いている皆さん、えー、ぜひこれからも、えー、この熱い平田大地さん、 ユミタンにどんどん、えー、足を運んでいただいてたくさんの感動をねまずはユミタンから発信できることも期待しつつですね、えー、本当に皆さん近くに、えー、彼を見かけましたらどんどん声をかけていただきたいと思いますんでねよろしくお願いします本当に気さくな方で超もう冒頭にお話ししましたけど目がいいんですよ。 本当にこの人の目は素敵だなと。男気にそう思いましたね。えー、そんなわけでございまして。なんか、最後はちょっとなよなよってなりましたけれど <laughs>。<laughs> <laughs> 申し訳ありません。はい。平田大地さんでした。今日はありがとうございました。どうも、ありがとうございました。 お送りししてきました,ゆんたんじゃ出番ですよ12月の30日えみ、ー、の日本当にお忙しい中平田一さん来ていただきましたまた新しい年に入る本当にカウントダウンの、えー、始まりであります皆さんは、えー、今日のラジオを聞いてどう感じたでしょうか私は新たななんか読みたんが来年再来年と発展していく70に発展する読みたんを僕は、えー、体で今日 耳で感じました、えー、皆さんもぜひね同じ共感をしていただければと思います。さあ、ユンタンじゃ出番ですよ。明日もまたこの時間、えー、頑張ってまいりたいと思いますのでよろしくお願いいたします。今日はこの辺で失礼いたします。お相手は中曽根まるでした。